水餃子と焼き餃子で論争が起きてほしいけど、どうせ起きもしないんだろうなぁ。と思っている諦めが早いゆっくり霊夢です。私は焼き餃子派なんだけどな。食べ慣れてるってのもあるけど、あのパリパリ感がいいんだぜ。どうでもいい情報を暴露したゆっくりマリサだぜ。さて今回は三国志武将紹介。今回は三国志の鳥を飾る皇帝、司馬遷を紹介していくわ。彼のことは名前しか知らない人も多いみたいだからね。三国志演義だと名前ぐらいしか出てこなかった気がするんだよな。天下を統一した男だというのはなんとなくわかるんだが、どういった人物だったのかはいまいちわかってないぜ。今回は司馬遷が後どのような流れで討伐したのか、天下を統一した後の統治はどうだったのか、をメインに語っていこうと思うわ。さて改めて紹介する武将は司馬遷、あざなを安政。義が司馬一族に乗っ取られたのを見て一族に軍権を与えたものの、それが裏目に出て、数百年にわたる大乱のきっかけを作った男。彼は一体どういった人物なんだ。司馬遷は義で一番の権力者である秦王、司馬昭の長男よ。彼はとても才覚がある男だったわ。常に冷静沈着で人前では一切取り乱さず、それでいてすごく慈悲深い人物でもある。さらに孔明盛大で大きな物事や契約にも通じていて、決断力もある。まさに完璧人間ね。これだけ才能がある人物も珍しいぜ。司馬昭が彼を自分の後継者に選んだのも頷けるぜ。違うわマリサくん。司馬昭は長男である司馬遷を後継者にするつもりが全くなかったの。彼は三男である司馬遊を自分の後継者にしようとしていたの。この司馬遊は複雑な人物で、司馬昭の三男でありながらも、司馬昭の兄である司馬氏の義理の息子でもあるのよ。どういうことだ。司馬昭は兄である司馬氏に息子がいなかったので、自分の子で一番優秀な司馬遊を司馬氏の養子にさせたの。司馬昭は兄のことをめちゃくちゃ尊敬していたので、そもそも俺たちの一族は父親の司馬懿、そしてその息子の司馬氏と後を継ぐ流れとなっていたが、兄の司馬氏には偶然にも息子がいなかったので自然と俺が兄の後継者となった。だがこの流れをリセットして私の子ではなく、兄の子が秦王の後継者となるべきだ、とずっと考えていたの。こういうところを見ると意外と司馬昭って謙虚だなと思うわ。まあ司馬遷にしたって司馬遊にしたってどっちも司馬昭の息子だからな。しかも司馬遊は司馬遷よりも優秀らしいじゃないかぜ。だったら司馬遊を後継者にしてもいいかもしれないな。朝廷の臣下たちも司馬遊様の方が優秀だから彼が後継者でもいいんじゃないかな。的な雰囲気が流れていたんだけど、家僧らが絶対に司馬遷様の方がいい。彼は髪の毛が地面まで伸びていて、さらに手の長さが膝下まである。これが臣下の層のわずがない。と譲る気配がなかったので、司馬昭は信頼している臣下の一人である家僧の意見を尊重する形で司馬遷を自分の後継者に指名したの。司馬昭としては兄の義理の息子の司馬遊を後継者にしたいけど、それだといろいろな問題が起きそうだから渋々ながら司馬遷を後継者に指名したんだな。なまじどっちも優秀な人物だからこそ迷っちゃうんだぜ。司馬昭は職を討伐して勢いで後まで攻めようとしたものの、職を討伐して傲慢になった当該の件や、紹介の謀反によるごたごたでそれどころじゃなくなるわ。謀反の鎮圧に成功してようやく後討伐に本腰を入れられる。って時に司馬昭は病死しちゃうの。この年、256年、職を滅ぼしてからちょうど1年後ぐらいに亡くなってるんだぜ。もう少し長生きできていれば天下を統一したのは司馬昭だったかもしれないな。司馬遷は秦王になると、父親の旧臣に義の皇帝である宗翰を脅迫させたわ。いわく、もう天下の民は秦を慕っているから、秦王に皇帝の位を譲ったらどうか、とね。義の皇帝宗翰は司馬遷に皇帝の位を譲り渡そうとしたものの、司馬遷はこれを拒否。家僧や王鎮ら臣下たちに、これは受け取るべきです。と強く、諌められたため、司馬遷は渋々ながら皇帝に即位したの。茶番劇が過ぎるぜ。もうまんま、やっていること宗旨と全く一緒だからな。即位した時期も流れも、父親の功績が偉大すぎるから舐められないためには皇帝になるしかないんだぜ。しかも一度は拒否して、
臣下たちから懇願されるからしぶしぶ皇帝に即位するよ。っていうアピールも宗妃と同じだぜ。司馬遷は皇帝としてやるべきことは大体行っているわ。まずは国策として、倹約、を御事の理として天下の人々に掲げたわ。そして臣下たちには、俺の命令によって不都合なことが起きた場合は包み隠さずにすぐに俺に上奏すること。最近、無能な管理を弾劾する臣下が多くて困っている。優秀な臣下を誰か推挙してくれ。私が推挙した、人と推薦したものを評価するから、とも言ったの。司馬遷は割と視察をものすごく行っていて、管理の視察や囚人の罪の有無を判断していたみたい。現場主義の人物のようね。部下から話や報告を聞いてもいまいちわからないことも多いからな。だから仕事場に行って部下を激励したり、仕事ぶりを見ているわけだな。司馬遷は常々こういう考えを持っていたと言われるわ。昔は法律を定めれば誰も罪を犯さなかったが今はどうか。山賊を処刑すると言っても犯罪は減らない。これは徳がなくなってきたからに他ならない。父上も民のことを憐れんでいた。だからこそ私は民たちを強化して簡単な法を新たに布告しよう。今は春で畑仕事が盛んになる。ここで大赦を行って罪ある人々を許し、改心をさせる。として徳での治世を良しとしたわ。また、自分の一族27人を王に各地に奉じて軍権を持たせたわ。魏という国は一族の力を弱めてしまったが故に司馬一族の謀反を食い止めきれなかった。だから司馬遷は逆に一族の権力を強めることによって臣下たちに反乱させる武力を持たせ、ないようにしているってわけね。でもこれって諸刃の剣だぜ。謀反をする対象が臣下じゃなくて、身内に変わっただけだぜ。司馬遷は質素倹約、徳による強化を行うためにお金がかかりそうな廟を作るのを中止したり、司馬将が亡くなっても二服す時は尋常じゃなく悲しみ、もが明けて喪服を脱がずに父親の死を悲しんだわ。もちろん太后が亡くなった時も同じように悲しんだの。兵士たちの父母が亡くなった時は喪に帰ることを許し、国境警備の職から外れることを、特別に許可したわ。弟の司馬遊は父親が亡くなってからかなりの時間、食事も喉を通さなくなるほど落ち込んで何もできなかった時期があったの。これと比べると大きな違いね。そりゃあ父親が亡くなったら悲しいぜ。それも偉大な父親だからな。でも司馬遷は悲しみながらも色々な国策に手を出したが、司馬遊はなかなか立ち直れなかった。司馬遷はなかなかに心が強いぜ。司馬遷はこうしてなんとか魏の支配を不満に思っていた民の声を鎮めることに成功。そしてから、そろそろ後討伐をするか、と本腰を上げたの。でも公にそんなことは言えない。まだまだ不安定な地勢の中で、後討伐するための戦いをやろうなんて臣下たちに提案したら反対されるに決まっている。一応倹約や徳による支配を行ってはいるが、まかり間違って後に負けた場合大変なことになりそうだぜ。そこで司馬遷がじっくりと臣下たちを見極めた結果、司馬遷と志が全く一緒であり、運命を託せる臣下を3人見つけたの。それが陽子、張家、豊という3人。この3人だけは後討伐できると思っているわけか。その中で実に陽子は使い勝手のいい男だったの。彼には出世欲がなく中央よりも地方での勤務を希望していたので269年、司馬遷は陽子を都督継修所軍事として後都の国境付近に赴任させるの。陽子はそこで実に良い活躍をしたわ。別に戦ったわけではないけど、司馬遷と同じく徳でこの地を治めはじめた。敵である和津の、後の兵士たちにも優しくするので戦わず投降する者も後では現れはじめた。それというのも、当時の後の君主は暴君として名高い尊厚で、暴政をしていたの。だからこそ、敵である陽子軍に投降したいという人たちが異常に多かったのよ。孫子の兵法でも言ってるぜ。富国強兵をして戦わずに勝つことが至上の勝ちだと。陽子はその体現者だな。272年、後の圧政に耐えかねた西洋徳保線が城ごと寝返ってきたので、司馬遷は陽子に、保線を救援せよ。と命令。陽子は後に攻め込んだものの、後の名将陸光に古典版に負けて、
挙句の果てに補選を立候に打たれるという大失態を犯したわ。芝園は何の成果も挙げられなかった陽光軽めの降格処分に処して、そのまま慶州方面の守備を命じたわ。陽子は負けたのに、後から新に投稿する人がとても多くなってきた。それでいて陽子は密かに王春を慶州に派遣するように芝園に要求したの。陽子の甥、王春はそりゃ立派な人物だけど、贅沢な暮らしを好んで節操がない。こんな人物なんて用いるべきじゃない?と言われたけど陽子は、彼を慶州に招いてめっちゃでかい船の建造と、水軍の訓練を任せたわ。後に攻め込むためには必須だからね。こうして陽子はずっと後を討伐する機会を待っていたけど、ようやく来たのよ。船も作って水軍の訓練もした。秦の地勢も今は比較的大丈夫で、後は暴君と来ている。これほどの好機もない。276年、陽子は満を持して朝廷に後討伐を上奏するものの、荷重らにめちゃくちゃ反対されたために芝園もこれを許可できなかったの。これはもろもろな理由があったと言われるんだけど、私は異民族の反乱がひどすぎるがゆえに荷重たちは後討伐に反対したんだと思うの。そんなに異民族の反乱がひどかったのか。ひどいってもんじゃないわ。270年、鮮卑族の特発樹機能が北方で秦に対して謀反を表明。歴戦の猛者である信州獅子古烈、領州獅子健康を討ち取られたの。これにはさすがに芝園も、これは、食屋後の何倍も厄介な敵だ、と頭を抱えたわ。異民族に獅子を撃たれちゃったぜ。領州、信州、領州を陥落させた特発樹機能の対処に芝園はどうしたもんかとずっと悩んでいたの。275年に芝春と猛将と名高い文王に特発樹機能を攻撃させ、降伏に追い込むものの277年にまた謀反。この謀反もまた秦側は力ずくで降伏させるものの、288年にまた特発樹機能は謀反。もうキリがねえ。何回も何回も討伐しても謀反をされる。これじゃキリがない。後方でこんな危険な奴らがいやあ、そりゃあ後討伐にはいけないよ。そこで芝園は兵士3000人さえいれば特発樹機能を討ち取れる。と豪語した馬遊という男を特発樹機能のもとに派遣しようとしたの。芝園が彼に、どのような策で挑むのか、と聞くと彼は、陛下のご意向を特発樹機能に見せるだけで敵は降伏するでしょう、とか言ってきたので、重鎮たちはみんな呆れたわ。歴戦の猛者たちは特発樹機能に敗れ、果ては降伏させても何回も反乱した男をそんな甘っちょろい考えでは倒せないぜ。重鎮たちはみんな、馬遊の考えは道理に合ってない、と言ったものの、芝園は無理やり馬遊を特発樹機能討伐に派遣させたの。279年、特発樹機能は数万の軍を繰り出して馬遊に対抗したものの、馬遊は弓兵を用いて決して真正面からは戦わず、山道の悪路を利用して弓兵で敵兵を撃ったり、盾や車を利用することで、これに対抗したわ。また計略を用いて背後から奇襲することもあったみたい。特発樹機能が鉄でできた鎧を身につけて矢を跳ねのけようとすると、馬遊は磁力のある石を用いて特発樹機能軍の足止めをしたの。鎧に石がくっついて前に歩けねえ。せっかく重い鎧を身につけているのに、さらに石までくっついちゃろくに歩けないぜ。馬遊は連戦連勝を続け、数万の軍を降伏させたり討ち取ったりしたわ。特発樹機能派敗走した後、部下に裏切られて殺害されたためにこの乱は鎮圧され、北方は10年ぶりに平和になったわ。これに芝園は、諸将の意見を聞いて馬遊を重用しなかったら、ひどいことになっていたな、と若干怒ったの。前後するけど278年、陽子は芝園に後討伐を却下されたので嘆いたけど、病気になると豊を自分の後継者に指名して、城下は陽子を見舞いに行くついでに後討伐の計略を陽子と話し合ったの。陽子は、我が無念を晴らせるのは君しかいない、と言って亡くなったわ。陽子は本当に時期が悪かったぜ。北方がもう少し早く平定されていれば、後討伐の指揮を取れたろうに。279年、陽子の後を継いだ豊は後の国境警備をしていた長征を奇襲して撃破。長征は後の国唯一と言ってもいいほど名将だったけど、
彼は用が命にありながら警戒を怠ったせいで負けたので、これを恥じて、後の皇帝尊皇に失った兵士や物資の数を少なく申告していたわ。豊はこれを見逃さず、捕らえた後の兵士を解放して、その兵士に長征の負けがどれほどひどいものだったのかを尊皇に伝えさせたの。尊皇は怒り、長征を国境警備から左遷させたの。豊は名称を思わぬ形で退けられたので、後討伐の機会がようやく来た。と思ったわ。豊が後を攻めるにあたって長征は厄介な相手だったけど、勝手にいなくなってくれたぜ。これは好機。豊は芝園に上奏したものの、芝園は、来年の頭に後を討伐しよう、と言い出したの。これはまだ馬遊の特発樹機能討伐がどうなっているのかわからないので、様子が見たかったのだと思うわ。これに豊は、後は明らかに攻めてくる気配がない。これはもう後は衰退していることが明らかであります。いたずらに討伐を後回しにした結果、我々は陽子という名称をなくしました。陛下にはぜひご英断をしていただきたい、と手紙を送りまくったの。まだ馬遊の異民族討伐がうまくいっているのか、の報告さえも来ていない。ここで後を討伐しに行くのはギャンブルが過ぎる。もし馬遊が異民族に負けて後にも負けたら最悪の事態になるぜ。豊は1ヶ月も間を置かず手紙を芝園に送りまくった。陽子がなんで重臣たちに後討伐を反対されたのかというと、陛下と陽子が密談をして後討伐を決めたからです。だから彼らは意固地になってこれに反対しているのであります。もし陽子が後を討伐したら功績を奪われるから。そもそもこの後攻略戦は8割方は成功します。失敗の2割もそこまで大事になりません。重臣たちは後に負ければ国が傾くなんて言っていますが、そんなことはありえない。ではなぜ彼らがそんなことを言っているのかといえば、最初に後討伐を反対した手前、もうこれを貫くしかないからです。意見を変えるのを恥だと思っているのです。今、尊皇は明らかに油断をしておりますが、この油断が来年まで続く保証はありませぬ。今なら勝てます。と懇願したの。むむむ。豊の話によれば8割方今なら勝てるし、負けてもそんなに大したことにはならないと。これは本当のことなのかどうか。芝園が長歌と碁を打っている最中にこの豊の上奏が届いた。これに長歌は碁を中断して頭を下げ続けたの。陛下は賢明であり国は豊か。対して碁の尊皇は暴君であり国が荒れている。今こそ絶好の好機です。と懇願。ここまで言われちゃあ、ようやく芝園も腹を決めたわ。元より芝園としては後をずっと討伐したかったが、重鎮たちが怖くてこれができなかった。しかし、これがラストチャンスかもしれないからこそ賭けた。芝園は反対し続けていた荷重を総大将に任じて後討伐を要請するものの、荷重は反対してきたので、芝園はお前が行かなければ俺が出兵する。と逆に脅してきたので、荷重としても後討伐に行くしか道はなかったの。臣下が出兵せず君主に出兵させることは絶対にさせちゃいけないぜ。280年正月、豊は荷重を総大将にして20万の大軍を率いて後に進行。豊の作戦により城を次々と落とし、さらに王春が作った水軍と船のおかげで快進撃を続けまくったわ。全ては陽子が残してくれた作戦だぜ。戦いの最中、総大将の荷重は不満たらたらで、今は勝っているからいいものの、これから夏になれば必ず暑さで疫病が流行ります。そうなれば秦軍は大損害を食ってしまいます。故に長歌を切って天下に謝罪するべきです、と芝園に上奏するものの、俺は長歌を切るつもりはない、と芝園ははっきりと反論し、続けたの。豊は荷重の手紙の存在を知ると、芝園に夏が来るまでには討伐します、ときちんと手紙を送ったの。結果、夏のだいぶ手前の3月には後を降伏させることができたの。後の尊皇はすごい暴君で、後の臣下たちは臣と戦う気力がなく、兵士たちは戦わずに降伏するか逃げるかしかしなかったんだぜ。だから後は降伏するしかなかった。芝園は後を降伏させたことを知ると、これはすべて陽子の功績だ。と涙を流し続けたの。こうして100年にわたる大乱を無事平定し、100年ぶりに中華を統一した芝園は名君と呼ばれた。
かといえばそうでもないんだな。これが今の話だけで言えばメイ君要素しかないからな。柴犬は元より女性が好きだったらしく、高級にも5000人ほどの女性を住ませていたらしいんだけど、天下を統一すると後の皇帝孫光が抱えていた高級5000人を自分の高級に加えたの。もう出費がすごい。あんだけ質素倹約を掲げていて得がある。って言っていた柴犬がとんだ無駄遣いだぜ。1万人の人を養うのにはめちゃくちゃお金がかかるぜ。柴犬は女性の数が多すぎて誰を相手にするか決められないので、これを羊に決めさせたの。柴犬が夜に羊に車を引かせ、泊まった部屋にいる女性の相手をするっていうことをしていたみたい。これに高級の女性は自室の前に竹の葉を刺して塩を持ったみたい。羊が葉っぱを食べるために扉の前で泊まったり、塩を舐めるために泊まるのを狙っていたみたいね。これが森塩の語源だとも言われているわ。羊さんは葉っぱも食べられて塩も舐められるんだから幸せだぜ。ただ、これよりヤバい事件が起きたのが晩年に起きた大使事件。柴犬は長男が亡くなったので次男の柴忠を新たに大使に任命したわ。だけど彼は、確かに優しい人物であるんだけど勉強ができず、さらに人の意見に流されやすい性格をしていたの。さすがにそんな人物を後継者にするのは、という意見が朝廷で出始めた。君主が流されやすい人物であってはいけない。時には怖い臣下たちと真正面から戦わないといけないからな。柴犬はその批判の声に、じゃあ柴忠の素質をテストしよう、として時事問題を解かせることにしたの。これに柴忠の嫁の河南風は、こんな問題夫が解けるわけねえだろう、と思い、長王という人に代筆を要求。完璧に書いては代筆がバレると思い、合格点ギリギリを攻めてさらにその回答を柴忠に書き直させて、改めて柴犬に提出させたわ。これに柴犬は、回答はまあまあだな。でも柴忠の息子の柴逸は柴犬のような栄達さがある。孫に期待するか、として特別に柴忠を大使のままにしたの。柴忠は人の手を借りないと政務ができなかったので、多くの臣下たちに利用されることになっていくの。君主を傀儡にしたい臣下が彼の周りには多かったんだぜ。じゃあ次はなんで柴忠の周りには悪臣が多かったのかを紹介するわ。天下の人々は柴犬の弟である柴雄に大使を支えてもらったり、逆に皇帝になってほしいなぁ、と思っていた。でも柴犬にはそのつもりが一切なく、この声を煩わしく思っていたの。柴犬は弟に位を譲る気は一切ないぜ。これに純極と風丹という臣下たちは、俺は柴雄から嫌われている。柴雄が大使を支える立場になったら罷免される、と思い柴犬に、陛下の死を、大使は皇帝になれません。理由を言いましょうか。朝廷では柴雄の人気が異常に高く世論がそれを許さないからです。試しに柴雄を領地に飛ばして、見ましょう。絶対に多くの臣下たちがこれに反対するはずです、と言ってきた。試しに柴犬が柴雄を大柴、都督清州所軍事に任命すると信じられないほどの人数が反対しに来やがった。柴雄の人気が大使よりも高すぎる。この反対の声に柴犬は家族間の問題に口を出すな。として反対してきた臣下たちを死刑を命じたの。これには加工春という臣下もさすがに死刑は極端すぎる。彼らは自分の意見を言っただけだと反論したの。議論は白熱し、結局のところ死刑はやりすぎだということで罷免や左遷で手落ちにしたわ。いやぁ、暴君だぜ。ちなみに後討伐の後進でもある長家も後継者は柴雄がいい、と言ってきたので地方に左遷させたの。長家はあまりにも優秀すぎるがゆえに地方で成果を出して中央に帰ってくるものの、柴犬は彼に官位を上げなかったの。もう過去の後進ですら煙たがってるもんな。290年、柴犬は56歳で亡くなるわ。後を継いだ柴忠は一族に利用されて謀反のきっかけを作り、柴一族をたくさん王に任じて軍権も授けていたので八王の乱という内乱が起きるのは少し後の話。ようやく戦いが終わった。と思いきやここからも戦いなんだぜ。いやぁ、本当に血みどろだぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。
感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。栄光と暗い一面が見えた男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。